どうも、秋山拓司のモテチャンネルです。今日はモテる男の話し方ということでお話しさせていただきますが、モテる男のその話し方、これ、もうすぐに実践できます。今日からでもそのポイントをちょっとお伝えしますんで、で、その、じゃ例えば恋愛でその女性、そしてまあ婚活されてるんであれば、婚活のその女性、で、またその仕事関係でのその女性の関係とかって、ね、職場にその女性がいらっしゃるんであれば、そういう女性からも好印象を受けるとかっていう、女性とのその、関係、その会話、話し方については、もうすべてこれ使える、その実践できるようなものなので、ぜひ聞いていただければと思います。で、これはもう本当に、使うと今日からでも全く変わりますので、で、今日お伝えするのは3つのポイントをちょっとお伝えさせていただきます。で、1個目のポイントなんですけど、褒めるです。これやっぱね、男性見てても、僕もその、婚活、結婚相談所をもう10年以上やっててとか、出会い作りをずっとこうやってきたんですけど、圧倒的にやっぱ褒める男性っていうのが少ないんですよね。その女性のことを褒める、っていうことを、慣れてないその、男性が本当に多くて、ですね。じゃあ、この褒めるポイントを、やっぱ、今まで褒めてない人がいきなりこれ褒めるってハードルが高いんですよ。じゃあ、どういうポイントを褒めるかっていうところで言うと、これ、男性が思ってるところと女性が思ってるところって、これ結構違うの、圧倒的に違うんですよ、これ。で、何かって言ったら、女性はね、細かいところを褒め合いを、これ女性同士だったらしてますよね。男性から見た細かいところね。例えばネイルの色であったりとか、髪型であったりとか、カバンの色であったりとか、服の色とかって、何々ちゃん、それ可愛いとかって言い合ってますけど、これ男性同士って、何々くんそれ可愛いですねってあんまり言わないですよね。で、おしゃれな男性だったら、その靴とか、そのネクタイとか、その細かい部分まで気遣いができて、そういうところを褒められても、なんか、対応できるというか、女性からいきなりね、あんまりその細かいところまで気にしてないのに、じゃあ、ネクタイを、何々さんネクタイ素敵ですねって、いや、まあ、ってなっちゃいますよね。ですので、でも逆にこれ女性は、多くの女性は、そういう細かい部分を言葉に出して伝えてほしいわけですね。じゃあ、例えば、その、初めてのデートの場で、やっぱり、可愛い、その人がやっぱり好きな格好できますよね。その女性が好きな格好できますよね。好きな洋服着て、好きなカバン持って、そして自分が好きな髪型をして来るわけですよね。それをなんで褒めないんですかっていう話なんですよね。やっぱりそういうところをやっぱ褒めて言葉に出して、で、これポイント何かって言ったら、相手が笑顔になることを言葉に出して伝えるっていうことがこれ大切なんですよね。で、相手が喜ぶこと、相手が笑顔になることっていうことをしっかりとやっぱり言葉に出して伝えていく人っていうのは基本的に周りを笑顔にするから好かれるわけなんですよ。モテるわけなんですよね。まずここのポイント。で、褒め慣れてないんであれば、そのね、見えるものを言葉に出して、まあ素敵ですねとか、似合ってますねとか、いいですねとか、っていうような言葉の訓練をしていくわけですね。じゃあ、持ってるカバン、ね、赤いカバンを持ってたら、赤のカバン、いいですね、って言って、これ別に外してもいいんですよ。相手が、笑顔になるために、その言葉で出して伝えていくっていうことをトレーニングしていくっていうことがこれ大切なんですよ。そうすると、まず、笑顔になってくれたらやっぱり心を開いてもらいやすいんですよね。一番初めに。ですので、まず一番その自分自身のその考え方、マインドとしては、相手が笑顔になってもらうために、どんなことをすれば、どんな話をすれば相手が笑顔になってくれるのか。会話の内容っていうよりも、相手が喜ぶこと、相手が笑顔になることっていうのをまず見つけるっていうことです。これ会話の中でも褒めるポイントってありますからね。何回もその友達の話をしてる、友達を大切にされてるんですね。いいですね。楽しそうですね。で、そしたらこれ笑顔になったらどんどんその女性が話してくれるようになります。共感になります。で、女性が話したい話を、もう会話をこう奪わずに、共感して聞いていくっていうのは、じゃあ、友達と先日ディズニー行って、すごい楽しかったっていう話、いや、じゃあ僕もディズニー行ったことありますって言うんじゃないんですよね。楽しかったんだ、いいですねって、その女性が楽しい話の、その感情っていうことに共感をしていくっていうことなんですよ。それをどんどん聞いていく。聞いていってあげるってことなんですね。だって相手が笑顔になってもらうためなんで、相手が話したい話をしっかりと、楽しいんだ、それ嬉しかったんだね。で、悲しい時だったら、わあ、それ、本当に悲しかったんですね、とか、辛かったんだ、大変だったんだ、っていうことを、感情にやっぱり共感してあげるっていうことが、
これ大切になります。そうすると、どん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 この人、あ、分かってくれるなって、やっぱ心をやっぱ開いてくれるんですよね。この、自分がやっぱり心を開いていくっていうことの分、ね、自分は、相手も心を開いてくれるから、で、そのね、共感をして、じゃあ、会話が盛り上がらないって僕結構聞くんですよ。男性で。会話が途切れたらどうするんですかっていう時に、ここちょっと一つのポイントでいきますね。これ共感の中であるんですけど、相手が話したい話を、導き出す質問っていうのがあるんですよ。これテクニックなんですけど、その、相手を操るとかそういうことじゃなく、相手が笑顔になってもらうために、相手が、話しやすい、相手が話したい会話を引き出すその質問っていうのが、これも僕もずっとね、これ研究してきて、何かって言ったら、最近ハマってることとか大切にしてることってありますか？何々ちゃんっていうような話をしたら、うん、じゃあ、例えば最近ちょっと犬飼ってっていう話になったとするじゃないですか。もし、犬が嫌いでも、いや、僕犬嫌いですって言ったらもうそれで話も、せっかく心開いてるのにもうそれで終わりになっちゃうんで、だから、あ、そうなんですねでいいんですよ。で、そして、じゃあその自分があんまり知らないこととか自分が好きじゃない話であったら、ポイントは過去に戻すっていう、これ一つのテクニックもあるわけなんですね。あ、じゃあ、きっかけってあったんですか？以前からなんか買いたかったんですか？とかっていうような過去に話を戻していくと、そう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 、きっかけはもう、1年前に引っ越ししてきたんだけど、その前のその実家に住んでて、その実家の時にも犬を飼ってたんですよ。犬も絶対飼いたいと思ってて、あ、そうなんだ。で、最近引っ越し来たんだね。そう。だから、あんまりまだこの辺慣れてなくて、あ、そうなんだ。じゃあ、なんかこの辺で知りたいこととかってあるとかって言って、なんかそういうような土地勘の話とかをしても全然いいわけなんですね。その犬の話をずっとせずに。だから、相手の話したい話を相手軸で引き出していって、それに感情を共感していく。あ、それ大変だったんだねとか、それ楽しそうだねっていうところをちゃんと聞いていくっていうことが、これ共感になります。じゃあ、三つ目のちょっとポイント言いますね。これね、なかなかできない人多くて、僕も結構そのコミュニケーション心理学とか学んでて、テクニックは学んでたんですけども、なかなかその自分が心を開けない、タイプの人間だったんで、やっぱり自分が心を開いた分しか、相手は心を開いてくれないということで考えたとしたら、まずその自分から心を開いていくわけなんですね。まずその言葉のその自己開示、その自分のことを自己開示していくっていうことで、あ、僕もどこどこに住んでまして、っていうようなことであったりとか、仕事をこういうことしてまして、とか、その、自分のことを、例えば、秋山さんってどんな仕事してるんですか？あ、いや、まあ、あんまり仕事のこと言いたくないんで、って言ったら、もうその話でも、心、もうズバッて、もう、ね、相手ももう、この人と話したくないって なってしまうんで、やっぱりその、自分から、その、自分のことっていうことをこう話していく。自己開示にもこれ段階があって、なかなかこれちょっと難しいかもわからないですけど、まず自分のことを話していく。そして弱みの自己開示ってあるわけなんですね。弱みの自己開示っていうのは、じゃあ、僕も結構その、あんまり言えなかったんですけど、僕車の運転がめちゃくちゃ下手くそで、3年に1回くらい事故するんですよね。そういうのをこう女性に言うとなんか、かっこ悪いと思われるんじゃないかなってなかなか言えなかったんですけど、そういう自分の弱みのことを言うと、これ不完全な部分の方が、人ってなんか、なんかこの人人間らしいなって思われたりとかするわけなんですね。で、そういうことで、その、もう自分をこうさらけ出していく。で、最後はやっぱり感情の自己開示なんですよね。自分がやっぱ本当にこう辛かったとか、で、これができるっていうことは、なかなかその、んで、自己開示って、自己開示の先にこれユーモアさとかってあるわけなんですよ。ね、芸人さんとかって、もう自己開示の先のそのユーモアさがあるわけなんですね。で、ユーモアさっていうのが一番女性が求めてるところなんですよ。どんな男性がいいのって、いや、優しい人って言うんですけど、こうなるためには、やっぱその自分がやっぱ心を開いていく、普段からそういう訓練をしていくことがこれ大切になってくるわけなんですね。ですので、モテる男の話し方っていうのが、これ3つあります。褒めるポイントを言葉に出して伝えていくっていうことです。相手が話してくれた相手が話したいことに対して否定せずに肯定して、そしてどん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 引き出していく。まあ自分があんまり知らないことであったりとか、あんまり好きじゃないことであれば、そのきっかけとかそのね、過去に戻していって、その話が相手のその軸で進むように。基本その女性の方が1日に話す会話量って多いわけなんですよ。女性が2万語に対して、男性はだいたい8000語って言われてるわけですから、男性がだからもうやっぱ女性の話をやっぱどん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 聞いてあげた方が、会話的にはこれ盛り上がってるわけなんですね。
そして、3つ目が、その自分から心を開いて、相手に心を開いてもらうっていう、その自分のこともちゃんと伝えて話していくっていうことですね。それがモテる男のこの話し方、ということで、今日はこの3つのポイントをちょっとお話しさせていただきました。今日から実践すれば、女性のその反応が全く変わります。コミュニケーションっていうのは、受け取る相手の反応がそれ成果ですから、ぜひ皆さんちょっと、まず褒める、その質共感。で、ちょっと今まで言えなかったことでも、ちょっと一回ちょっと言ってみようと思って、ちょっと自己開示をちょっとしてみる、その練習からちょっと。会話ってすべて、話し方って全部トレーニングですので、やってもらえばと思います。じゃあ、秋山武のモテチャンネルでは、このように、モテる人になる、話し方であったりとか、今後のコミュニケーション、そしてあり方っていうことをどんどんお伝えさせていただきますので、よければそのチャンネルの方の、フォローよろしくお願いします。じゃあ、本日は以上です。ありがとうございました。